メリ役の伊沢美香子です。皆さんごきげんよう。ミリアム・ヒルデガルド・フォン・グロピウス役の高橋かりんです。アクションドール、アニメ、舞台、アプリゲームなど様々なメディアで展開中のプロジェクト、アサルトリリー。この番組はそんなアサルトリリーの魅力を伝え、人々を導く存在となっていくためのパーソナリリー養成番組です。はい、ということで、おい、更新日の本日はもうゴールデンウィークの真っ最中。長い人なら7連休、カレンダー通りでも5連休だそうです、いや連休ですって奥さん、はい、だってこの間さ新学期ですねみたいな感じでさ、クラス替えがとか新級がって言ってたのにもう長期連休なんだね。なんか学生の頃はめちゃくちゃ長く感じたけどね、まだかなゴールデンウィークみたいな、うんうんうん、でもよく考えるとこんな1ヶ月ちょっとでもう長期休みだったんだね。そうだよね、すぐだよね。そうか、今休みあったら、はい、何する？何その会話。ほらなんかいいじゃん、オーバーフロー感のあるテーマじゃん。お休みの日何するみたいな。オーバーフロー感あるか。ほらこの曲に合わせてさ、キラキラのね、キラキラなことを言うでしょ。お休みって素敵みたいな。うん、そうですね、5連休あったら、うん、ユニコーンを探しに行く。ああ、キラキラしてる。爽やかなタイプのキラキラじゃなかったんですね。ユニコーンを探しに行きます。そういうなるほど、お花畑系フリ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 な服を着てのカバンを持ってユニコーンを探しに行きます。どうしよう、やべえ、名称言っちゃったらやばいから、ちょっとピー入れといてください。まあでもけなしてるわけじゃないからね。けどやっぱアマネスがね、先週来てくれましたけど、うん、いなくなった途端これですよ。はい、やっぱあの16歳のアマネスがいかにバランスを取ってくれてきたか、うん、ダメじゃんね。本当だよ、私たちパーソナリティなのに、なんでゲストさん来てくれたらバランス取れるの。おかしいでしょ。本当なっちゃんが来てちょうどいいとかさ、自分たちで取れや、何かかれて、しかもさ、あの、うん、更新会の今日は投資番号で言うと49回目、次回に50回ですって。まさかの、やばいですよ。だからもうすぐもう1年も見えてきてます。1年、なんか1年前と本当ノリが変わってなくて安心してる、ちょっと。そうだね。落ち着くかなと思ったら全く落ち着いてなくて。笑ってますよ。まあね、なかなかお出かけできないっていう人もいるかもしれませんが、うん、テレビアニメアサルトリリーブーケのブルーレイ第4巻が発売になったので、まあ、気になる方は見てほしいなっていうのもありますし、そうですね、また更新日の本日5月3日は20時からラスバレ放送局ゴールデンウィークスペシャルもありますので、はい、ぜひねアサルトリリー中していただけると嬉しいです。そうですね、ということで今日も始めていきましょう。アサルトリリーラジオガーデンオーバーフロー、訓練開始。アサルトリリーラストバレットの提供でお送りします。アサルトリリーラジオガーデンオーバーフロー。改めましてごきげんよう、伊沢美香子です。ごきげんよう、高橋かりんです。はい、今日はねメールをご紹介していきたいと思います。ラジオネームボム団水島さんからいただきました。ありがとうございます。いつもみけちゃん、かりんちゃん、ごきげんよう。ごきげんよう。ついに楓さんバージョン 2.0 が予約開始ということで、早速予約しました。嬉しい。付属のチャームがジョアユーズではなく、うん、石川葵ちゃんが使っているトリグラフで、親友と同じ武器を使っている感があって、それはそれでとてもいいなと思いました。5月中旬発売予定ということなので、届くのがとても楽しみです。だって、ありがとうございます。予約もしていただいて、ありがとうございます。いや、ほんと待望とはまさにこのことだよね。もうアサルトレディープロジェクトがね、うん、まあ、私がこう、声優させていただきますって決まった時から考えても、もう結構な年月経つけど、うん、もうその時でもうすでにもう、あの初代のものは品切れ状態だったので手に入らなくて、私もこう、あ、早くみんなの元にもこう楓さんが届くようになってほしいと思ってたし、うん、例えばなんかこう楓役に決まりましたって言った時も、あ、ドール欲しかったですけどゲットできなかったです、うん、早く発売されてほしいですみたいな意見もずっと聞いてたから、うんうんうん、だからやっと皆さんの元に届けられるということで、うん、嬉しいですね。そうですね。そっか、楓さんずっと手に入らなかったんだもんね。そうなのよ。でも嬉しいよね。その割にはすごいツイッターとかでも、ね、写真を上げてくれてる人もいて、うんうん、そうだね、やっぱこう初期から愛されて
いたからね。そう、持ってる人はもうすごい愛してくださってたんですけど、これからはいろんな方のお手元に届く、いや結構チャームもね、はい、スラッとしたこの葵ちゃんが舞台ではなんかこう竹とんぼみたいにこうぐるぐるって回したりしてたけど、うんうん、スラッとした色はジョアユーズっぽい色なんだ ね、なんか薄紫っぽいのと白っぽい感じでなってて、うん、そしてなんといっても表情バリエーションですね、はい、どうですか。以前のバージョンでも戦闘モードと真顔があったんですけど、うん、今回はね表情普通の時でもちょっと微笑んでる感じ、うん、だったり、あと戦ってる時の凛々しい感じだったり、うん、あとね、リリさんってなってる顔もありますね。ちょっと悪い顔、悪い顔って顔していたり、あとなんかこうウインクしてキャーみたいな、うん、何のシチュエーションだろうこれは。リリさんになんかやってもらって嬉しい感じか、逆にそのさシェンリンとかにさなんか怒られてる時のいやみたいな、なんかユリ様やめてくださいみたいな、確かにそっちもいける、ね、うふふってしててちょっとみたいな言われた後っていう感じもするし、うんうん、なんかちょっとこうよりシチュエーションがいろいろ浮かびますね、うんうん、いいな、いろんなキャラと並べてほしいな。かわいいね、かわいい。やっぱ楓さんいるとね、こういろいろと事件が起きますから、うん、だからこうキャラ同士もこう関係性が動くというかね、うん、いろんなシチュエーションでね、うん、遊んでほしいね、遊んでほしいですね、嬉しいですね、ありがとうございます。じゃ続きまして参りましょう。ラジオネーム平井みどりさんからです。ありがとうございます。伊沢さん、高橋さん、ごきげんよう。ごきげんよう。先日リリちゃんのアクションドールを購入しました。可愛くて眼福でございます、うん、そしてチャームを持たせてみようと持ち手に変えたりしてたらパーツがうまくはまらずポロッと落ちてしまったり、ついでに弾みで髪のパーツも落ちてしまったり、撮影するまでかなり時間がかかってしまいました。先日の放送でリリー店で皆さんご自身のリリーのドールを持って行って手がポロポロ落ちるのエピソードを聞いた時に、わかると思うとともに対処法を聞いてなるほどと思いました。お二方はアクションドールをお持ちになってまだお話しされていないエピソードとかありますか？ってありますけど、お話されていないエピソード、結構私たち服は揃ってきたんじゃない、うん、あーでもね、私最近まだ変えてないの。あ、そっか、最近は私も新しいのは増えてないんだけど、うんうん、あずまさんの5月の新しいやつから、うん、ほうほう、他はもうセーラー服、ほうカラフルめなセーラー服が多分あったはず。ピンアイドルみたいかの、はあ、もう可愛いなと思って、あと長袖のね、ほうほう、紺色と白のセーラー服は最近新しく出たりとか、おーおーおー、なんか楓さんにもいいんじゃないですかと思っているんですけれども。え、楓さんにセーラー服ですか？あー、確かにあんま、そうだな、セーラー服のイメージないか、うん、そうだ、リリちゃんといえばさ舞台版で着てるとかはあったけどね、うんうん、あとなんかね、こう胸元がレースみたいな感じの、うん、セットアップ、ほう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 、なんだろう、トップスと、うん、スカート、おワンピーススカートみたいなやつとかもね、新しいのであってね。へえ、ちょっと最近アソンさん行けてないからな。おしゃれなのがね、多いイメージでした、うん、お、なるほど、はい、ちょっと通販サイトとかもあるし、あ、そうだ ね、ツイッターもあるし、ツイッターでね見れるんで、皆さん、ね、ちょっと見てみよう。多分最後に買ったのは誕生日の時に小悪魔の格好させて、うん、おへそ出させて立たせたまんまだったから今ちょっとゆりがおかの服に着替えさせちゃったけど、うん、またちょっと新しいのもね、え、ねえ、ちょっと見てみたいですね。はい、いろいろなのがありますからね、なんだろう、お話しされていないエピソードとか。でもみんなのドールの運び方が特徴が出るっていうのは面白いかも。そうだね、これは参考にしないでほしいけどね。ええ、やっぱドールって持ち運びがなかなかね、うん、それこそパーツが取れちゃったりとか傷ついちゃうから、うん、みんないろんなものに入れて運ぶんだよね、うん、なんかまあ無難にポーチに入れたりとか、うん、まあ袋に入れたりとかするんだけど、うん、私は紙袋に入れてもう意味がわからない。しかもさ、ぎゅうぎゅうのリュックの中に紙袋詰め込んでるからもはや紙袋の意味って感じだったなって思ったんですけど、 そこのところどうですか？いや、なんか逆にぎゅうぎゅうな方がもうほんとこう満員電車の身動き取れないですみたいな感じで、やっぱ手とかが落ちちゃうから一応袋に入れた方がいいなっていうことで、うんうんうん、紙袋にぐちゃぐちゃぐちゃって入れて楓さん型の紙袋にしてぐちゃっとしたまま入れてますけど、あとね、赤尾ひかるちゃんはね、うん、メイクポーチに入れたりねそうなんだ。そう、なんか舞台のさ時ね、みんなドール連れてくるんだけど、うんうん、
こう鏡がそれぞれ一人一人あって、そこにコスプレー置いたりとかメイク道具置くんだけど、うん、ピーちゃんがメイク道具ポンって置いたらチャック開けて中からリリちゃんが出てくるそう、運び方は個性豊かだよね。不思議だよ。でカリちゃんはもう専用にポーチというか、うん、お菓子の缶みたいのに入れた。入れてた、うん、缶はいいね確かに。袋にね入れて持ってこうとしたら、うん、お母さんに、うん、袋じゃ柔らかいから、うん、押した時に手とか折れちゃうよって言われて、うん、缶の方が絶対いいって言われて分かった缶にするわ。頑丈だな。確かにみんなはどうやって持ち歩いてるんだろうね。ね、気になる。メガネケースとかいいらしいよ。メガネケースか、うん、え入りきるのか。ちょっと大きめのやつとか。あでも普通のじゃない、サングラスとかそれぐらいのやつかな。四角い感じのパカって開くメガネケースにツインテールじゃなければ入るみたい。なるほど、うん、ミディアムは髪の毛外して入れないといけない。あとはツイッターで見たのはこう、うん、100円ショップの仕切りが入れ替えられる透明のさ、なんていうの、ピルケースみたいな大きいのあるじゃないですか。なんかビーズ入れたりとか、うん、アクセサリー入れたりとか。そう、あれに真ん中にドールを入れて端っこをいっぱい区切って、そこに手のパーツとか武器のパーツとか入れるっていうのを見ました。すごい、うん、なんかもうぴったりハマりそうだね。ね、便利そう。なくさないで良さそうだしね、うん、撮影の時ちょうど良さそうだよね。それはいいな。なんかあこの手にしたいってなってもすぐ見つけられるし。そうだよ、みんな工夫してるんだな。そうしたらピーちゃんみたいにさ、リリーで持ってきたのに泣き顔だったってことになりますよ。そうだよね、一日中リリー店で泣いてたもんね、うん、ピーちゃんの通りは、ね、ほえー顔忘れちゃったっていう。そうか、うん、なるほどな。いやまあね、ちょっとまたね、うん、ドールの話もちょっと何か思い出したらね我々も、はい、皆さんもなんかね、いい情報があったら教えてください。はい、お願いいたします。はい、さあじゃあ続いてのメール参りましょう。はい、ラジオネームマッハーさんからです。ありがとうございます。みかちゃんかりんちゃんごきげんよう。ごきげんよう。僕は今まで不穏ですよ。何、かりんちゃん演じるグロッピ推しだったのですか。ラスバレのイベントストーリー、罪なき少女たちのスティグマを経てヘルボル推し、ランちゃん推しになってしまいました。ですが聞いてください、推し変じゃないです。推しマシなんです。嘘じゃありません。はい、最近お二人は推しが変わった、また増えた瞬間はありますか。やめろ来てますけども、マッハーマッハーさん、マッハーさん、もちろんグロッピも推してくれてるっていうことで安心ではありますが、はい、やっぱりランちゃんは人気ですね。かわいいもんな。かわいいよ。小さくて天然さんでほっとおけない感じが、そうだね。いやかりんちゃんはまあ、はい、もちろんね、おのおの自分のキャラはっていうのもありますが、どうですか、他気になるキャラですとか。あ、そうですね、まあ、先週を経てね、丹波あかりちゃんは結構気になってます。あ、はい、やはりあかりちゃん引きたいですね。そうですね。あ、でも私はあかりちゃん持ってる。おお、いっちゃん最初に引いたわ。え、そうなの、うん、もう最初のガチャで。お、素晴らしい。お、おー、じゃあ運命だったんだ。運命だったんだな。決まっていたんだな。そうだね、この日のためにな。そういうのは往々にしてあるよね。あるよな、運命だな。でもね、私も実はね、かっこたる楓さん以外の推しがいまして、はい、あんまり言ってこなかったんですけど、実はチカル様推しなんですよ。そうだ、え、いつからです。え、でも結構前から。ラスバレからですか、それともあの舞台で。いや、舞台の時も好きだったけど、でもやっぱりさ、初めましてだったし、キャラとしても、はいはい、なんか自己紹介止まりというか、はい、まあ私ヘルブルと一緒に出てるシーンもあんまりなかったり、ね、戦闘も多かったりで、うんうん、あんまりこのチカル様のこの癒しオーラみたいなのを恩恵を受ける時がなかったんだけど、うん、そうだね、こうラスバレになったら、うん、ヘルブルのこの日常とかも見れるようになって、うんうん、なんて聖母なんだっていう、グッときちゃう。なんかさ、一人でこう寝ずにさ、なんかこうお菓子用意して、うん、みんなお菓子作ってきたわよみたいな感じとか、そう、クッキー作ってきたわよとかいう感じもなんかいい。あと、もう見た目も純粋に好き。もうあのこの間のセーラー着てさ、ちょっとウィンクでカーってなってるチカルちゃん、もうほんと可愛かった。もう最高ですね。手に入れましたよ、もちろん。あー、素晴らしいですね。はい、いや、ちょっともうどのレギオンもいいな。まあ、多分一つ柳隊ももちろん好きなんだけど、うん、近くにいると逆にさ、うん、なんかこう、もう、あ、このキャラはこういうキャラだもんなってこう認識が深まっちゃってるから、うんうん、やっぱ意外性っていう面では、うん、グランエプレとかね、ヘルボルとか他のレギオンのみんながね、ちょっとついふとした瞬間にハッて沼に落ちちゃうよね。ギャップ萌え、ギャップ萌えしちゃう。 あ、こんな子だったんだ実はみたいなとか。わかるね。これね、
まあ、もちろん一つ柳隊のメンバーもより深くね、はい、推していってほしいけど、みんな大好きよ、ね、もういいですよ、推し増しして、あの全員推し増しして、全員推してアサルドリリー箱推し、箱推しください箱推しだったら舞台もより楽しめますし ねそうですよ、嬉しい限りですよ、はい、はい、たくさんのお便りありがとうございました、うん、これからも皆さんからのメールをお待ちしております。ではここで1曲をお届けしましょう。アサルトリリーブーケより、一つ柳リリー安藤達也で月明かりのコントラスト。切なさ趣味といえば可愛い女の子を撮影すること。このコーナーではリスナーの皆さんから個人的にグッとくる可愛い女の子を送ってもらい、心のカメラで練習していきます。はい、はい、ということで3月に出演ギャル特集をやって以来なので、はい、結構空きましたけど、オーバーフローになってから初ってそうだね、はい、ということで、まあそのね、3月の出演ゲル特集の時は、まあ、出演ゲルのセリフに特化したメールを紹介しましたが、あの普通にグッとくる女の子のメールもたくさん届いていたということで、まあそちらもねご紹介していきたいと思います。はい、それではいただいたグッとくる女の子をご紹介していきましょう、はい、お願いします。ラジオネームアイトロンさんからいただきました。ある日移動教室のため廊下を歩いてると、はあ、後ろから急に手を握られる。振り返るとそこには部活の後輩。ほう、どうしたの？と聞くと、特に用はないんですが先輩が見えたので走ってきちゃいましたと、とびきりの笑顔と子犬のようにはしゃいでいる女の子。いやまさにね、前半を聞いてて私は、はい、ワンちゃんみたいだなって思ったんですよ。そしたら子犬のようなっていう文章が出てきて驚いたんですが、はい、あの驚いてる。とてもいいです、はい、シチュエーションとしても完璧ですし、はい、流れもいいですし、はい、オチもグッとくるんですけども、はい、ただ個人的にあまり私の好みではないっていうところで、ちょっと一般的な評価はこんな感じだと思うんですけど、まあ私の好みまあ、こうかなみたいな。ちなみに、はい、高校の時に実際にあった実話です。それ言われると弱いんだよ私はときめくよりかは心臓が止まるかと思いました笑。あ、それそのリアクション可愛いかもしれないな。ちなみにくれたアイトロンさんは女性です。女性ね。後輩でもさ、ちょっと想像すると可愛いかもしれない。だってこの文章によると後輩は特になんもないですって言ったわけでしょ、うんうん、まあ、その茶目っ気も可愛らしいけど、うん、本当は何か言いたいことがあって、あ、今言わなきゃって体が動いたはいいものの、冷静になったら、あ、手まで握っちゃってるし先輩びっくりしてるし、やっぱなんでもないですみたいな感じでも可愛いかもしれないですね。ちょっと想像したらちょっと噛んだら味が出てきましたねいいな、みけちゃん自給自足でだからね、私の好みとしてはその子犬のよう
ように無邪気でただ来られてもちょっとなんかこう、うん、それこそドギマギしちゃうというか、なんか気の利いた返ししなきゃとか、なんか気まずくなっちゃうみたいになりそうで、私の好みではなかったんですが、本当は何かを抱えているとか、何かバックボーンがあったと思ったら、ちょっとこうなんかこう王を引く感じというか、ちょっと私の好きな方向にねじ曲げて今解釈します。こういうのダメな解釈ですね。公式が出したものを好きなように解釈してる。二次創作だよ。そうですね、二次創作。その後のアフターストーリーを勝手に作っていい、グレーゾーンです。そうです。もう次行きましょう。はい、はい、ラジオネーム丸またヨガマットさんからいただきました。最近多い、ありがとう。バイトが同じ先輩、仕事は完璧で、とっても優しい先輩、そんな先輩が、ねえこれの使い方わかる？それは少し前に新しくなったコーヒーメーカー。使い方を説明すると、指でちょんちょんとつつかれて、ありがとうと小さな声でこそっと伝えてくれる、そんな女の子。あー、まあ普通ですかね。いや、わかるんですけど、あるんじゃないですかこういう場面。結構あるんじゃないですかこういうの。なんかあまりシフトが一緒にならないので、会えるだけで嬉しいのですが、小さな声で話してくれた姿にキュンとしましたっていうコメントが添えてあるので、こちらも多分実話だと思います。確かに。いやけど、なんかもうちょっとね、いやもちろん先輩も特に狙ってやったわけじゃないだろうから、まあ普通にありがとうが無難だと思うんですけど、ちょっとそうです、シャッターを押すまでではないかな。なるほどね、なんかこれから積み重なっていったらいいかもですね。この間はありがとうみたいな感じでなんかつながったりとか、なんか逆になんか自分が使い方わかんない時に先輩がこの間のお礼みたいな感じで教えてくれたりしたらいいかもですけど、ちょっとあまりにも日常に埋もれてしまうかなっていう気がしますね。なるほどね、はい、これにシャッターを押すのはちょっと思い過ごしかなと思います。はい、ときめくような場面じゃないと思います。わかりました。はい、ありがたい、はい、ありがとうございます。ありがたいお言葉。はい、本当ですか。では続いてラジオネームロマさんからいただきました。長いよ、心して聞いて。付き合って間もないバレンタイン、放課後彼女に呼ばれ会いに行くと、たくさんの荷物を持っている。どうしたの？と聞くと、彼女がクッキー焼いてきたからあげるともじもじしている。僕がありがとうと言うと、続けて彼女が、あのでももしクッキーが嫌いだったらどうしようと思ってシフォンケーキも作ったんだけど、チョコ味かフルーツか迷って2つも作っちゃって、だけど男の子ってあんまり甘いもの食べないって友達から聞いちゃって、プリンなら大丈夫かなって思ってプリンも作っちゃった。あとゼリーとマカロンも、とうつむいている。僕が驚いていると、急に顔を上げて上目遣いで僕を見て、あのという、僕はそれを遮って、ありがとう、それでこんなに大荷物だったんだね、大丈夫、僕は甘いもの大好きだよ、全部もらっていい？と聞くと、と嬉しそうな声で言い、よかった、最初に聞けばよかったよ、と少し小声で言いながら耳たぶまで赤くなる女の子。いや、いいと思いますよ。なんかね、これぞ妄想っていう感じでね、なんかもちろんね、私はこのリアルに弱い、さっきのね、事実ですって言われて弱いんだけど、もう妄想としての完成度がとても高かった。素晴らしいです、ね、もうなんかもうその相手の女の子のもじもじした姿がよく浮かぶし、きっとなんかちょっとなんだろうな、田舎っぽい女の子というか、ちょっとこう都会的な感じじゃなくて、な、ね、そうそうそう、ちょっとなんかおぼこい感じの女の子がちっちゃい体なのにでっかい荷物いっぱいこう持ってくる感じがすごく絵が浮かぶ、いい妄想。それでいて現実ではありえなそうなことをこう妄想の中で実現している姿が巧みだなと思いました。あ、ロマンさん、はい、すごくなんか妄想なんだけど、あまりファンタジーすぎないけど現実ではありえないっていうラインをすごくなんだろう丁寧に描いていて好感が持ちました。
内容じゃなくて技法の話してます。いや添削じゃないです。魅力がとてもこうなんだろう遮るものなく伝わってきて、はい、なんかこう一つ一つ出してくる様とかがなんか可愛い、うん、次どうせ出てくるんだろうな、もうオチは分かってるんですけど、その過程をドキドキさせてくれる、うん、その巧みな描写に私は描写こ結局、ね、作者の好評になっちゃった。いや女の子もつまり可愛いです。いや良かったと思います。いやなんか今日ミキちゃんがいいな。本当ですか。いや今日ね実は3本撮りなんでね。もうちょっとネジ外れちゃってますよ。じゃあ続いてのメールをご紹介したいと思います、はい、ラジオネームゴルゴスさんからいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。彼女の笑顔を最近見ていない。いつも一緒にいるのに交わす会話は文句や愚痴ばかり。これじゃいけないと思い久しぶりに二人だけで出かけた、うん、でもどこか気まずくて僕だけが早足になっていた、うん、曲がり角ふと見上げると赤いレンガが敷き詰められた道の両側に黄金色のイチョウ並木。思わず見とれていると後ろからわーとため息のような小さな声。ほう、振り返るとそこにいたのはキラキラした瞳で30年前と同じ満面の笑顔の女の子。僕は出会ったあの日のような笑顔を返せただろうか。真偽です、真偽です。ちょっともう一回出だし聞いてもいいですか。一番最初の行あたりを。彼女の笑顔を最近見ていない。ほう、あ、この彼女というのはまあ要は妻っていうことですかね。それをこのガールフレンドと見立てた技法ってことですね、はい、ガールフレンドがと思いきや実は妻でしたというオチですね、はい、なるほど、小説として読んでしまいました。ちなみにですね、はい、一応〇〇の女の子で終わるのがルールですよって作家さんからコメントがついてます。あー、あー、なるほど。まあでも私はねこの男性の中ではずっとお相手は少女で30年前のままの可愛らしさっていうことを、うん、まあ象徴したんでしょうが、僕は出会ったあの日のような笑顔を返せたんだろうかっていう問題提起で終わってますね。小説になっちゃう。小説でしたね。いやーシチュエーションもとても良かったんですけど、ちょっとねこの主人公の気持ちの方が強すぎて、はい、あんまり女の子の可愛らしさにまで目がいかなかったかな。確かにね、なんか多分ガールズサイドボーイズサイドがあったとしたらボーイズサイドなんですよ。あ、これわかるわかる。そうで実はちょっとこれこのゴルゴスさん今度はガールズサイドを送ってきてほしいんですけど、なんか最近なんか冷たく当たる気もないのにまたなんだか愚痴を言ってしまった、はあみたいなのから入って合わさって実はみたいになったらキュンとくるかもしれない。なるほど、ね、ただ今だとちょっとわーってただ一応に感動しただけでこの人のおかげとも取れないし、うん、確かに、うん、なんかもうちょっと何かしてあげたりなんかこう偶然そうなったみたいなエピソードが例えばなんかこうあの時僕が告白したそのイチョウ並木を思い出させるようだったみたいな何か二人の思い出があったりなんか彼女の好きな黄色の世界がそこには広がっていたみたいな何かエピソードがあればよかったんですけどちょっと勝手に彼女がわーって喜んだだけっていう感じがちょっと否めないので ね、 なるほどね、まあ、もちろん誘い出したっていうところはありますが、はい、ちょっとガールズサイドに来たいです。はい、ありがとうございました。書かせること決定ですけど、いやなんかちょっとなんやな小説家育成コーナーみたいになってきちゃったな。私編集者みたいになってきちゃった。これもう一回リテイクお願いしていいみたいな赤ペン入れてね。ちょっと今度原稿の指示までしだしましたね。いやでもまあ総じてレベルは上がってきていますし結局やっぱレベルは上がってるっていう言葉がさもうさ構成なのよ。そうですね、文章ですね。違うね、文章はいいに越したことはないけど熱量だな結局はな。そうだな、いや可愛さだろ、可愛さ、女の子の可愛さよ、うん、可愛さ、そうだな、可愛いっていう気持ちを熱量を持って伝えてもらうってことですね、はい、はい、ちょっと私が多くを求めすぎたのかな。いやでもなんか、うん、
いいんじゃないですか。最近こうリアルテイストと、あとミケちゃんに刺さりそうなこのなんかすごい長いやつとこの2種類の感じがすごく皆さんあの頑張って送ってくださっていいと思います。ありがとうございます。個人的にはもっとフェシズムを出していただいても構いませんので、はい、ぜひいろいろ送ってください。ということで今日もメモリーがパンパンになってしまったのでここまでです。これからも頭の中に可愛い女の子の姿が浮かんだら逃さずメール送ってください。以上心のシャッターチャンスでした。アサルトリリーラジオガーデンオーバーフロー。アサルトリリーラジオガーデンオーバーフロー、あっという間にお別れの時間となってしまいました。番組の感想などはハッシュタグパーソナリリーをつけてつぶやいてみてください。番組では私たちのメッセージや各校内のメールなどを皆さんからのお便りをお待ちしております、うん、響きラジオステーションにある番組ホームページのメールフォームから気軽に送ってくださいね。そしてゲストさんのお知らせです。来週5月10日更新のラジオガーデンにはクオシェンリン役の星森さなちゃんが来てくれます。お楽しみに。イエイ。ここでアサルトリリーからのお知らせです、うん、アサルトリリー舞台作品のブルーレイが5月26日水曜日に発売されます、はい、こちらのブルーレイには昨年1月に上演されたアサルトリリーリーグオブガーデンズと昨年9月に上演されたアサルトリリーザ・フェイトフルギフトを収録しております。またここでしか見られないインタビュー映像やカーテンコール集なども収録。舞台当日の魅力を余すことなく楽しめる充実の内容となっております。さらに付属の CD には舞台を彩った BGM と楽曲たちが収録され、うん、その世界観を存分に味わうことができます。商品の詳細はホームページをご確認ください。そして現在アプリゲームアサルトリリーラストバレットにてシナリオイベント宝遊のブルーストライクが開催中です。シェンリン、ユージア、タズサの新メモリアがピックアップされているイベントガチャも同時開催中ですのでぜひご確認ください。続いて配信情報です。本日5月3日月曜日の20時よりラスバレ放送局ゴールデンウィークスペシャルガーデンでピリリッと乾杯放送局パワードバイミルダムがいよいよ配信されます、うん、こちらは赤尾ひかるちゃん、夏吉ゆうこちゃん、岩田春樹ちゃん、伊沢美香子ちゃん、高橋かりん、藤井彩香ちゃん、前田香織ちゃんの7名が出演し、アサルトリリーの各番組のキャストが一堂に会す2時間スペシャルの番組となっております、うん、お昼に更新されてすぐにこの番組を聞いているそこのあなた、20時からの配信もぜひ見届けてください、そしてね、あのミルダムの方にアーカイブが残るそうなので、あの見れなかったよっていう方もそちらでぜひご覧ください。はい。そしてテレビアニメアサルトリリーブーケの場面写を使用したオリジナルブロマイドが好評発売中です。全国のローソン店内に設置されているマルチコピー機サービスローソンプリントにて5月30日日曜日までお買い求めいただけます。まだ手に入れていない方はぜひ手に入れてアニメの思い出を振り返ってください。最後に響きラジオステーションでは番組のアーカイブを1週間無料で聞くことができます。会員登録をしていただければ番組をお気に入り登録したり、この番組のアフタートークを聞いたりすることができますよ。また YouTube のアサルトリリーチャンネルでは過去の本放送も含めて番組をお楽しみいただけますので、こちらもよろしくお願いいたします。はい。ということで、まあ、うん、もうすぐね50回なんて話もしましたけど、はい、まあ、そろそろ新コーナーもちょっとやりたい気持ちですね。そうだね、もう今のコーナー最初からやってるからね。そうだね、そうだね、うん、なんなら個人工房のコーナーもね一旦終了してますから。そうだね、なんか新しくね、やりたいですね、変わる何かがね、なんだろう、ちょっとまだ我々も何も決まってないまま喋ってるので、はい、まあ、リスナーさんからねこんなんでもいいんじゃないかっていうのもあったら送ってもらってもいいですし、まあ採用するかしないか分かりませんけどまあ我々もなんかね浮かんだらね、言ってもいいかもしれないですね。やりたいこと、はい、はい、ということで、じゃあまた来週もこのガーデンでお会いしましょう、はい、お相手は楓役の伊沢美香子とミリアム役の高橋かりんでした。それでは次回までごきげんよう。この番組はアサルトリリーラストバレットの提供でお送りしました。リリーたちがアプリゲームに登場。レギオンを結成してキュージを倒そう。アサルトリリーラストバレット、好評配信中。テレビアニメアサルトリリーブーケのブルーレイが毎月連続リリース。いろんな特典がたくさん。さあクライマックスへの準備はいい？